あ、こんにちはじゃなくてこんばんはですね。ベルリンからズームで、このセッションのモデレーターを務めさせていただきます浅山優子と申します。私は音楽ライターとか、クラブの DJ のブッキングとか、まあ、DJ のマネジメントとかをベルリンで、やっているものです。で、今日のパネルディスカッションに東京から3名のパネリストに参加していただくことになっております。で、テーマは2020年以降の音楽カルチャーにおける多様性の再定義を考えるというちょっと堅苦しいタイトルなんですけれども、まあ要するに2020年、まあ、本当にいろんなことがあったので、それを踏まえて、まあ、今重んじられている多様性っていうのの理解がどれくらいアップデートされていくべきなのかっていうことを、まあ、主に話していきたいと思います。で、パネリストとして、まあ、私が指名させていただいたんですけれども、3名、東京の会場に、待機してもらっています。で、1人目のパネリストが、松原くんで、まあ、イベント の, プロモーターをやっていたり DJ もやっていて、あとハイアフリクエンシーというね、音楽情報サイトっていうんですかね、ウェブサイトの編集もやってらっしゃる松原くんと、真ん中が、桜井真理ちゃん、DJ をやっていて、まあ、DJ もプロモーターもやっていて、あとミューステップのサイトにアクティビストって書いてあったんですけど、マリちゃんと、まあ、さらに奥にいるマース君はテストレーブっていうね、デモ音楽デモですね、うん、も、まあ、主催していたりとか、そういう活動もしているマリちゃんと、そのお隣がマース、まず89って言うんですか、日本語では89。あ、それでお願いします。特に読み方決めてなかったんですけど、はい、89で、はい、89、マーズ89で、はい、マーズくんで、マーズくんはもう DJ もやってるし、イベントもやってるし、音楽のプロデュースもしていて、まあ、そういうアクティビズムというか、そういうことにも積極に関わってます。で、なんか私が全部というか一通り説明しちゃったんですけど、ちょっと一言ずつ軽く自己紹介で、まあ、どんなイベントやってるかとか、ちょっと一言ずつ皆さんいただいていいですか。じゃあ松原君からいきましょうか。はい、解体新書というジャンルミックスのパーティーをコンタクトなどで開催していて、あとはしているロミーマッツという DJ です。今松原くんという紹介があったんですが、すいません。あ、全然大丈夫です。松原ひろみという本名では、ハイアフリクエンシーご紹介いただいた通り、媒体での編集やライティングをしています。よろしくお願いします。じゃあマリちゃん。はい、DJ のマリ桜井という名前で活動しています。さっき浅沼さんからも紹介があったように、マーズ君とミル君とプロテストレイブにも参加させていただいたりとか、と今年はスリックというクイアの野外パーティーも始めたりとか、いろいろ活動しています。よろしくお願いします。僕はマーズです。今現在はパーティーのオーガナイズは特にしてないんですけども、音楽作ったりとか、あとはブリストルのニュースレディオでレジェントやってます。こんな感じ。はい、ありがとうございます。なぜこの、すいません、なんか本名で紹介しちゃって、ちゃんとアーティスト名で、いや全然紹介するべきだったんですけれども、なぜこの3人に参加してもらいたいと思ったかというと、まあ、これから話すその、まあ、タイトル今回音楽カルチャーって書いたんですけど、
まあ、主にこのメンバーなんで、あのクラブカルチャーのことを話していくんですが、やっぱりそのクラブカルチャーって音楽シーンというか音楽カルチャーの中でも最も進んだ部分、まあ、尖った部分でもあるけれども、この時代をこうリードしていく、あの人々の意識をこう変えていく、あの力がある、あの中でもね、そういうカルチャーだと思っています。で、まあ、あの今日パネリストの皆さんもそういう意識をすごく持っているように私からは見受けられますし、あとその世代的にも私よりもだいぶ、あの3人とも若くてあのいわゆるこう経験豊かな、あの重鎮の方たちにとこういう話をするよりも、やっぱり今後の、カルチャーを作っていくというか、まあ、現在作っている、次の世代の人たちとこういう話をしたいなと思ったので、あの今回は声をかけさせていただいて、で、まあ、皆さんあのすごい、あの即答で、参加しますって言ってくれてすごい嬉しかったんですけれども、まあ、そんなわけでちょっと話を進めていこうと思うんですが、この、セッション90分間あるんですけれども、ちょっと最初に、私が、まあ、ベルリンから見ている状況というか、ベルリンで、まあ、あの目撃している今年の変化っていうのを、まあ、ちょっと簡単なプレゼンテーションみたいな形で30分ぐらい、あの話させてもらって、で、まあ、そこで話したことを踏まえて、まあ、あのその後4人でディスカッションという形にできればなと思っています。で、一応最後の10分15分ぐらい Q&A の時間を設けています。今どれぐらいビューアーがいるかもちょっとあの全然わかんないんですけれども、あのもしこれをご覧になっている方で質問とか意見とか あれば、どういうふうに、伝えられるのかな、チャットみたいのがあるのかな、ミューテックの、あのはい、質問を上げていただければ私のところにその質問が来るという段取りになってますので、それもお話できたらなと思います。じゃあちょっとそのプレゼンテーションを聞いてくださいって言ったら変ですけど、あのその話を先に しますね、まあ、これをあのちょっと トピックとしてディスカッションの題材にできればなと思っています。はい。で、まあ、先ほどもちょっと触れたんですけれども、のクラブカルチャーっていうのは音楽シーンの中でもちょっと特殊なもので、前提として、まあ、ブラックミュージックが基本に、まあ、音楽的なルーツとしてあることですね。まあ、レゲエ、ディスコ、ハウス、テクノっていうふうに書けましたけれども、まあ、本当これだけじゃなくて、まあ、もちろんヒップホップとかもそうですし、ソウルとか、ジャズとか、まあ、その音楽を聴いて踊る、 その DJ がかけて踊るという人々のこう楽しみ方っていうのはもうほとんどがブラックミュージックを基盤に作られたカルチャーであるっていうことが、これ大前提なんでみんな知ってるかと思いきや意外とそうでもないのかもしれないっていうことが最近感じることが多いので、そんなこと分かってるよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、これ心に留めておいていただきたいというか、これがまず前提にあります。で、あとその LGBTQ、 いわゆるその、性的なマイノリティの、人たちが主に築き上げた文化であるっていうことも
あの非常に重要なポイントで、まあ、私の世代とかだと結構実際にその80年代とかのね、あの、まあ、伝説的なクラブって言われてるところに行ったことがある人とか、あのそういう経験がある DJ の人とかもいたので、 あと、まあ、東京のね、もうなくなってしまったクラブイエローとかも、まあ、そのパラダイスガラージュとか、からすごい影響を受けている、あと、まあ、ニューヨークのロフトとか、まあ、シカゴハウスの、発祥のクラブ、デトロイトテクノの発祥のクラブも、まあ、あのゲイクイアクラブだったっていうのが、まあ、これはもう歴史的な事実で、あのクラブカルチャーのルーツとして大前提ですね。なので、あのそういう意識においては最もその社会の中でも、まあ、開かれていて進んでいる人たちの集まりであるということを、まあ、忘れずにこれを、あの続きを聞いていただきたいんですけれども、でちょっとあのこれ後々またちゃんと説明したいなと思うんですけど、そのキーワードとしてあのインターセクショナリティっていう言葉が、まあ、最近日本でもおそらくちょくちょく聞くようにはなったと思うんですけれども、の、まあ、ジェンダーとか、人種の差別問題を考えるときに、それをこう単体で考えてはいけない、個別のものとして考えるんじゃなくて、そのいろんな差別の問題が実はこう重なり合っているんだよっていうところを、あの、まあ、その交差している、そこを認識しなければいけないっていう考え方ですね、簡単に言うと。それがまあインターセクショナリティということで、そのインターセクショナリティっていう視点を持って、あのレイシズムとか、ジェンダーギャップの問題には取り組んでいかないといけないなっていうことが、あの、まあ、特にね、今年の起こったいろんな出来事の事例で、認識されるようになってきたと思います。なのでちょっとそのインターセクショナリティっていうところもキーワードとして覚えておいていただきたいなと、今後ますますあの重要になってくる考え方だと思います。で、現状のそのクラブシーン、クラブカルチャーのシーンについて、まあ、これそのヨーロッパにいる私から見ると、まあどういう問題というか状況がどうなってるか、これそのパンデミックだとかなんだとかっていう以前の問題ですね。今年の頭の時点で、まあ、クラブミュージックの産業が先ほどの前提を踏まえて今どうなっているかっていうことを見たときに、まあ、ここに挙げたんですけれども、まず今日そもそもヨーロッパの話をしているっていうのが、やっぱりその市場、最大の市場はヨーロッパになってるんですね。まあ、ベルリン、ロンドン、アムステルダムとかっていうそのクラブ産業が盛んな都市ももちろんありますし、まあ、イビサ島であったりとか、あとね、夏になるとクロアチアであのフェスティバルがあったりとか、そういう大掛かりな、イベント、要するにまあお金がかかっていて、そうですね、経済として規模の大きいクラブミュージックの産業っていうのは、今ヨーロッパが中心になっています。それがまあ現状 でそのヨーロッパ でその人気があるものだとか売れたものっていうのが必ずしもではないですけれども、まあ、その世界の他の、地域に広がっていくというか、知られていくっていう流れが、まあ、ここ何十年なんですかね、まあ、クラブカルチャーが生まれてからやっぱそういう流れにずっとなっている。で、その
その、 あの状況が生んだことっていうのが、まあ、やっぱりそのヨーロッパ の、 あの社会っていうのは白人中心なんですね。で、まあ、白人の人口が多いからある程度はしょうがないんですけれども、このクラブ産業のに携わる人たちっていうのも、まあ、白人がすごく多いと。で、あの先ほど言ったように、その元々の DJ だとか、まあね、ハウスミュージックを作ったプロデューサーとか、そういう人たちは白人じゃない人がすごく多かったんですけれども、いわゆるその産業を回している人たちっていうのは白人が多いっていうのが状況で、それは今も変わってないですね。で、それ、まあ、これももうそのここ数年とかの話ではなくて、クラブカルチャーがクラブカルチャーの産業ができてからずっとなんですけれども、そのまあ元々のそのね、LGBTQ コミュニティから生まれたカルチャーっていうものが、まあどんどん商業化されていく中で、売れるものにどんどん注目が集まっていく。で、これもまあある程度は仕方ないというか、あの資本主義社会の宿命だと思うんですけれども、売れるものがやっぱり影響力を持っていく。で、そのルーツとかね、もともとどういうものだったかっていうことがやっぱりだんだんとこう忘れ去られてきてるなっていうのが、あのここ最近、まあ、自分の肌感覚でも分かることで、いわゆる今の20代とか の、 あの一番クラブに行って遊んでる子たちがどれくらいこのカルチャーのルーツを知っているかっていう、結構知らないですね。あのそのブラックミュージックにルーツがあるっていうこともそんなに分かってなかったりする。で、やっぱりその産業が白人によって、白人中心で回っているので、ターゲットもだんだんと白人中心になってきている。で、そのなぜそうなるかっていうと、お金を持ってる人たちがあのやっぱり中流階級のお金を使ってクラブにガンガン遊びに行ける子たちっていうのが、あの白人が多くなってきたんですよね。で、そのまあ、ミドルクラス化、もともとはすごくワーキングクラス の、 あの文化だったものが、まあ、中流階級に何か消費されるものとして、どん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 大きくなってきてしまったっていうところが あります。で、その危機感っていうのはもう去ね、2020年以前から指摘されてたことで、今始まったことではないんですけれども、そういう状況が背景にあって、ただ一つプラスの最近の何て言うでしょう、肯定的な変化、2020年以前の肯定的な変化を一つ挙げるとすると、ジェンダーギャップについてはすごく認識が広まったんですね。男ばっかりじゃないかとクラブで DJ してるのが男ばっかりで、しかも白人ばっかりじゃないかというのが結構指摘されるようになって、これどういう流れで起こってきたのかっていうのはなかなか興味深いんですけど、本当に私の肌感覚ではこの5年ぐらいでもうガラッと変わったと思いますね。ブッキング、クラブのイベントとかフェスティバルのラインナップをブッキングするときに、男ばっかりではダメだと、まずいという意識がすごく広まって浸透して、本当にその、まあ、女性だけでなく、まあ、トランスジェンダーの人であるとか、まあ、いわゆるノンバイナリー の、 人であるとか、そういうアーティストもすごく積極的にブッキングされるようになってきたので、そういう変化っていうのは意外と
その起こさなければいけないとなったら割とガラッと変わるんだなっていうのがここ数年ヨーロッパで感じたことですね。で、まあ、こういう状況がありで、まあ、2020年今年は本当に誰にとってもなんて言うんでしょうね、いろいろとショックなことが起こって連続して起こってすごい世界の見方というか根本的な考え方とかにすごい影響を及ぼして、皆さんに、なんか意識が変わった方ってすごく多いと思うんですけれども、まあやっぱりそのいろんなことが起こってますけど第一にそのパンデミックですよね。コロナウイルスという、まあ、今まで経験したことのないこうパンデミックの流行っていうのにものに対してすごい無力であるし、これまでの社会的な問題っていうのが社会の歪みっていうのがいろいろ露呈したっていうのがもう本当いろんな形で露呈していると思うんですけど、いわばその一つとしてその人種差別問題っていうのもすごく、注目が集まりましたね。でこれは注目が集まったっていう方はちょっと、良くないかもしれないんですけれども今年の前半に警官によって殺害された黒人アメリカで、黒人の殺害事件っていうのが立て続けに起こって、警察だけじゃないですね、自警団っていう人もいますけれども、でまあ、それがたまたまビデオにね映像に撮られていたので、ソーシャルメディアでそれがシェアされて、まあ、いろんな人が その現状を目の当たりにすることになったという、それで、まあ、それをきっかけにしてブラックライブスマターという、まあアンチレイシスト運動ですねが、まあ、世界的に広まったというのが、まあ、この音楽カルチャーを考えたときにやっぱり2つの2大トピックだと思います。で、やっとそのヨーロッパの事例の話にちょっと移っていきたいんですけれども、まあ、こういう2020年のこの大混乱の中で、まあ、どんなことが音楽、まあ、特にそのクラブ、産業で起こって、まあ、どんな変化があったかっていうことをちょっとかなり駆け足なんですけれどもいくつか紹介していきたいと思います。で一つ目がネイティブインストルメンツという機材メーカーですね。これはベルリンに本社がある、ソフトウェアとハードウェアの機材メーカーで、まあ、クラブミュージックだけじゃないですけれども音楽を制作している人は日本でもよくご存知だと思うんですけれども、このメーカーがですね、まあ、そのブラックライブスマターをのこう広がりをきっかけに批判を受けた会社っていうのはいくつかあるんですけれども、そのきっかけになったのが、そのほとんどのきっかけが6月2日にブラックアウトチューズデーっていう、まあ、ソーシャルメディアのキャンペーンがあって、でその要するにブラックライブスマターに共感する人、連帯する人は、それを表現するためにソーシャルメディアに黒い四角、真っ黒のその投稿をしましょうという、まあ、呼びかけがあって、これももともとはアメリカの音楽産業で働く、黒人女性の提案だったんですけれども、で、まあ、それに参加した人が、まあ、音楽業界を超えてねものすごい数の人が参加して、黒い箱を投稿した人がたくさんいたんですけれども、そういう音楽そういう企業とか、まあ、アーティストとかもそれに参加していて、まあ、そのネイティブインストルメンツもその一つだったんですね。た
確かそのネイティブインストゥルメンツの最初の投稿は、黒いバックグラウンドに、まあ私たちは、ブラックライブズマターを支持しますっていうことと一緒に、まあ、どれだけその自分たちの、事業がね、ブラックカルチャーブラックミュージックの文化によって恩恵を受けてきたかっていうこともちゃんと認識していますっていうようなメッセージとともに、まあ、その連帯の投稿をしたと。でその直後にリンクドインっていうあれですね、まあ、キャリア系の SNS って言ったらいいんですかね、リンクドインでそのネイティブインストゥルメンツの投稿に対して批判の声を上げた元従業員っていうのが何人かいたんですね。でその人たちっていうのが、まあ、その声を上げた人たち自身が、まあ、有色人種であり、自分がそのネイティブインストゥルメンツに在籍していた時に、まあ、会社に対してこれはこの広告キャンペーンはその人種差別レイシズムの観点から問題があるというふうに発言をした声を上げたのに、ネイティブインストゥルメンツはそれを、まあ、企業として無視したと。で全くその、全くというか、社内の有色人種の人たちの発言を軽視してきたということを、まあ、リンクドインなんで割とその誰でも見れるようなところに投稿したところ、それが結構、まあ、いわば炎上して、そのネイティブインストゥルメンツの CEO が、まあ、謝罪文みたいなのをまたそのリンクドインに掲載したんですけれども、謝罪では不十分であると。もともと批判をした人たちがその気分を害したんだったらすみませんっていうような謝罪ではなくて、もっとその社内の体制そのものを変えないといけないだろうっていうところまで、強く批判したんですよね、その謝罪文に対して。でそれで実際に起こったことっていうのが、会社としてのこれがそのステートメントなんですけれども、会社として今後ネイティブインストゥルメンツはこのようにダイバーシティとインクルージョンに取り組んでいきますという声明を、まあ、掲載して、でその中には、10万ユーロなんで日本円にすると今だと1260万円ぐらいの年間その10万ユーロを、そのダイバーシティとインクルージョンの促進のために使っていきますと、その研修だとか、その寄付だとかそういうことを通して、使っていきますと、そのための予算をちゃんと作りましたっていうことも含め、まあ、結構長いこのステートメントが 今もサイトで見ることができますけれども発表されるという事態になったんですね。だからその SNS の投稿をきっかけに、まあ、企業がそこまでその予算を確保して、ちゃんと企業としての、まあ、取り組みを、発表することにまで至ったというのがネイティブインストゥルメンツの事例です。で次がちょっとこれ手短に話すのなかなか難しいかもしれないですけど、オッドファンタスティックっていう、おそらくマリちゃんと松原くんはよく知ってると思うんですけれども、これはベルリンのブッキングエージェンシーですね。まあ、アーティストが所属アーティストが何人もいて、で、まあ、その人たちをその音楽イベントにブッキングする、まあ、私もそういうことを今年の頭まで結構やってたんですけれども、で、まあ、あまり関係ないんですけど、実はこの会社の社長が私の前の同居人で距離的にもすごい近いところにいる人たちなんですけれども、このオッドファンタスティック、アーティストでいうと、まあ人気なところではアバロン・エマーソンとかドクター・ルビンシュタインとか、
トランスジェンダーの DJ であるエリス・ドリューとオクト・オクタとか、あとあのオブジェクトとかコールスーパーとか、まあ、あの今すごく人気のある、ヨーロッパでもすごく人気のある、よくブッキングされているアーティストがいっぱい所属しているエージェンシーなんですけれども、そこのこれもあのこれもって言ったら変ですけど、あのオットファンタスティックもその6月2日もしくはその前後にブラックライブスマターに連帯するメッセージっていうのを、まあ、ソーシャルメディアにあのインスタグラムだけじゃないですけれども、あの結構積極的に投稿してたんですね。で、あのこういうところに寄付をしましょうとか、でそれはまあ他にもいろんな人がやっていて、それ自体があのなんか問題があったわけではないんですけれども、パターンとしてはまあネイティブインフルエンスと同じことで、いやいやその表向きにはね、あのブラックライブズマターに連帯してますとは言ってるけれども、あの社内でそれを実践してないじゃないですかっていう告発がまた、あのこれもこれはインスタグラムだったのかな最初、そのエージェンシーのエージェントだった黒人の女が、実は私は4月にクビにされたと、このオットファンタスティックから解雇されましたと。でその解雇自体に関しては、その時は、まあ、要するにパンデミックで、あのもちろん音楽イベントのブッキング、まあ、ほぼゼロになりましたから、どこもそのブッキングエージェンシーっていうのはすごい厳しい状況に立たされていて、まあ、本当に、まあ、ほとんおそらくほとんどのブッキングエージェンシーがあの、ほとんどのブッキングエージェンシーがある程度そのスタッフを解雇したりとか、まあ、事業を縮小していくことでコストを削減するということをしなきゃいけなくなったわけですね。でその4月の時点で、まあ、その黒人の元スタッフは解雇されていたんだけれども、その時は、まあ、納得してたかどうかは分からないですけど、その時はまあ何もそのパブリックには言わなかった。ただその子はやはりそのブラック・ライブズ・マターに関して、私たちはエージェンシーとしてねそれを支持しますという投稿をしているのに、実情は全然違うじゃないかっていうところにすごく腹を立てて、このエージェンシーを、まあ、SNS 上で告発したんですよ。私はこんな目に遭いましたと。で、実は、まあ、その後明らかになったのは、その子が担当していた、黒人の女の子の DJ がいるんですけども、女性 DJ がいるんですけれども、そのアーティストもそのエージェントと一緒に、解雇っていうか、あの雇用されてるわけじゃないんで、アーティストの場合は。ただまあそのエージェンシーの所属から外しますと。でそれがなぜかその白人には、まあ、要するにその2人だったんですね、まあ、実はもう1人いるんですけれども、その子のことはほとんど話題になってなくて、というか、うん、その子はあの全然自分であの声を上げていないので、あの上げてないんですけれども、実はその子も中東系の女性アーティストで、まあ、その3人だけが、まあ、オットファンタスティックからあの離れなければならなくなった、というのが、ということが起こっていたということが、まあ、6月になって、判明したんですね。そしたらまあそのもう6月の頭っていったら本当に一番そのブラック・ライブズ・マターのデモとかがねあの行われていたタイミングで、一番その活発に議論されてた時だったので、まあこれが本当に見事大炎上して、まあこのいわゆるね、炎上するとすごいその攻撃をしてくる人がいますよね。まあ、オットファンタスティック最低だと、あのお前らはレイシストだと、そういう、まあ、攻撃がすごいここにあって、
で結果として何が起こったかっていうと、一回このフォントファンタスティックの社長の、まあ、女性ですけど、まあ、あの社長が、まあ、実際そのスタッフを解雇した人が、また謝罪の投稿をしたんですね。でその時は4月の時点では、まあ、ビジネス的な判断でね、あのそれをするのが正しいように思われたけれども、やっぱりそれは間違ってましたと。その彼女の、まあ、解雇されたスタッフの立場、を考えていなかったし、まあ、要するにそのレイシズムの問題っていうことをまで考えが及んでいませんでしたっていうことを、まあ、改めて謝罪しますっていう投稿をして、それ自体はあのすごく真摯な謝罪だったと思うんですけれども、まあなんかこう集中攻撃っていうか、謝るだけじゃ足りないと、これから何をするのか示せというプレッシャーがすごいかかって、で、このエージェンシーはそれにまあいわば耐えられなくなって、いきなりですね、本当にその告発からもう丸1週間後ぐらいですね、いきなりもうエージェンシー閉めますと、廃業しますという投稿をだけ、これ今画面に載せているのがそれなんですけど、これだけをして、SNS のアカウントとかも全部いきなり本当一晩でして、なのでそれまでのなんかやり取りとかその謝罪文とかも含め一切もう見れなくなってしまった、まあアーティストはいきなり路頭に迷うということになったというか、いきなりみんなその他のスタッフも放り出されることになってしまったと、あの空中分解してしまったという状況にあったんですね。これ結構衝撃的な出来事で、まあ、ちょっとあの後ほどディスカッションしたいと思うんですけども、まあ、こういう出来事がありました。これがオットファンタスティックの事例 で次のデスクールなんですけれども、これはあの日本でどれだけ知られてるか分かんないですけど、まあ、ヨーロッパではすごい人気のあるクラブで、アムステルダム の名前の通り、もともと小学校だったかな、あの学校の校舎を改築して、作られたクラブなんですけれども、クラブ兼、まあ、複合施設ですね、レストランなんかも併設している複合施設で、まあ、素晴らしいクラブだと、あのアムステルダムで一番行けるクラブであるし、あとこのクラブの特徴っていうのは、そのセーフスペースっていう、まあ、あのその、ね、多様性のある、お客さんというかオーディエンスが安心して楽しめる環境を提供しますということをまあ歌っていて、でそのラインナップも、まあ、本当どこよりもって言ったら大げさかもしれないですけど、非常にその多様性のある DJ とかあのライブパフォーマンスも含め、まあ、かなりいい内容のクラブを何ぐらいやったのかな、3-4年、あ違うわ、5年もやったのか、はい、あのまあ、数年これ経営されていて、すごく人気のある場所だったんですね。あのアムステルダムで、まあ、まずみんな行きたい場所っていう、 DJ もここでプレイしたいっていう場所になっていて、ここもまあ同じパターンで、あのブラックライブスマターのデモに参加しましょうっていう、アムステルダムの確か最初はデモに参加しましょうっていう呼びかけの投稿をインスタグラムにしたんだったと思うんですけれども、デスクールはね、あのインスタグラムのアカウントまだ残ってるんで、気になる方は見ていただいたらいいと思うんですけど、あの、まあ、とにかくそのブラックライブズマターを支持しますっていう投稿をしたところ、これもいや、あなたたち表向きにはそう言ってるけどあなたのクラブで私暴力振るわれましたとか、そのドアマンにあの性的な嫌がらせを受けましたとか、そういう事例があのいくつかあの明らかになったんですね。それはまあ それも SNS でそういう自分の体験をあの
シェアする人が出てきて、でなんかものすごく進んで、そのセーフスペースで、進歩的なクラブだというふうに思われてたところが、でそのイメージでね、あの人気を得ていたクラブがの実情が実はそうでもなかったっていうことがいろいろと露呈されて、またこれもあのすごい集中攻撃を受けた、あのまあ集中攻撃って言ったらなんですね、あの集中的にまあ批判にさらされたわけですね。それ でスクールの場合はこれに結構頑張ってあの対処しようとして、でこの今画面に出しているのはあのポッドキャスト、要するに公開 Q&A をしますと。でそのデスクールの経営者とか、まあ、そのブッキングをやってる人とかがもう皆さんの質問に答えて、で今後どういうふうにあのクラブを良くしていくかっていうことを、はい、オープンに喋りますっていうポッドキャストをやったんですけど、実はそれあの3時間っていう長さで私もあの全部聞いてないんですが、あのその公開でやったにもかかわらずその内容がすごくあのお粗末だった。要するにあの問題意識を持ってた人からすると、そんなにあのなんて言うんでしょう、解決の方向に進んでいるとは思えない、まあ、問題ある発言がいろいろ聞かれたっていうことで、これもそのポッドキャスト、まあ、この試み取り組み自体がすごく批判されたんですね。そしたらその2週間後ぐらいにこの、 あのデスクールもあのやっぱり私たちはもう閉店しますと。パンデミックでそもそもあの営業できてないし、資金的にも厳しいので、まあ、資金的なことを理由にあの閉店しますっていうアナウンスがされたんですけれども、まあ、明らかにこの直後であったし、まあ、これからね取り組んでいきますという名目でやったのに、閉店してしまったっていうのが、はい、非常に残念な出来事なんですけど、これでまあそのエージェンシーも一つなくなり、人気のクラブも一つ閉店してしまったというのがデスクールの例ですね。でこれはあのだいぶ後になってから10月ぐらいに起こったことなんで、これはベルリンのクラブですね、レナーテっていうクラブで、まあ、人気のある場所ですけれども、ここの元従業員もあの自分が差別を受けたという告発をあのして、でこのエジプト系の PR をやあのクラブの PR をやってた人らしいんですけれども、この人も、その差別を受けて、まあ、差別的な発言をしていたクラブのレジデント DJ がいて、そのレジデント DJ が、ブラックライブズマターのデモに参加しましょうというような投稿を呼びかけをしているのを見て、いやいやいや、あなたあのデモに参加してるけど私にあんだけ差別的なことしたじゃないですかということをあの告発した。でこれもあの、まあ、ベルリンではかなり話題になって、まあ、もちろんそのレジデント DJ はあのクビというかレジデントではなく外されて、まあそのまあ、クラブとしてはね、あのその元スタッフなんでその人はもういないんです、差別を受けた人はいないんですけれども、まあ、今後こういうことがないように取り組んでいきますという声明も出すに至ったというのがあります。でちょっとあの話があの時間がオーバーしてきちゃったんで、ここもあの端折り気味に行きたいんですけれども、もう一つ、すごく重要だったのがこのレタートゥアレーという、これはねすっごい長い論文ですね、あの発表したアーティストがいて、ロッシュっていう名前の、まあ、ロンドンベースの、まあ、有色人種のアーティストなんですけれども、この人が、まあ、RA およびイギリス の、 あの 音楽系媒体、特に、まあ、そのクラブ系の媒体ですねの批判を
批判論文を発表しました。でこれについてはちょっとあの内容をあのね、本当読むだけで1時間半かかるっていうすごいあの入魂のあのすごいシリアスな論文なので、ちょっとこれ説明してるとまた時間がなくなっちゃうんですけれども、要するにここで指摘されたことはあの UK のその音楽媒体ラブミュージックを扱っている媒体の編集者だとかライターだとかがほとんどその中流階級の白人で占められていると。でその結果としてあの本当にその、イノベーティブというか新しい音楽のそのムーブメントとかジャンルとかを作っている黒人のアーティストだとかシーンのことを全くあのカバーできていないと。でそこをそのあのそこが 見えてないし全然取り上げられてないし、それがもう構造的なあの差別であると。でその 白人のアーティストばっかりは、まあ、その白人のエディターとか、ライターから見える範囲のことしかあの取り上げられていないっていうことをすごくもうかなり辛辣にもう名指しでガンガン批判していくっていう論文で、私もこれかなり衝撃受けたんですけど、ただまあこの論文はすごい絶大な効果があって、あのその後やはりその UK の音楽媒体がガラリと変わりました。でこれミックスマグの最近 のスクリーンショットなんですけど、ミックスマグはこのブラックアウトっていうあの特集シリーズを早速組んで、これは黒人のエディターを起用して、まあ、この特集の編集をしてもらうと。でも黒人の視点から黒人のライターを起用して黒人 の音楽カルチャー音楽について、特集をしていくっていう、これ6つだけじゃなくてもうすごい長いんですけれども、これをもう継続的に行っているとか、まあ、これこの特集以外のところでもまあ、かなりその積極的に非白人のアーティストを取り上げるようになりました。でこれもレジデントアドバイザーですね、まさにその私で批判されたレジデントアドバイザーのこれ今のあのポッドキャストの記事なんですけど、まあ、あのこれぐらい、非白人のアーティストがフィーチャーされていると、フィーチャーされるようになったと。でこういう音楽媒体も、まあ、こういう批判を受けて今後私たちはこういうふうに変えていきますと。もう記事とかそのミッツシリーズの何パーセントを有色人種、まあ、POC って言われてますけど、BIPOC とかね、の人のアーティストにちゃんとちゃんとというか割り当てますと。でそのまというかそれに合わせて、取り上げていくということを、まあ、読者に約束するっていうようなことが起こってますね。でディスカッションの時間が削られてるんでこれもちょっとサクッとですけど、これは、これはニューヨークの、フェスティバル兼ブログなんですけれども、ここでは、まあ、これも黒人の、電子音楽アーティストをフィーチャーしたフェスティバルであり、まあ、題材としているブログなんですけど、黒人の観点から見て今の問題点だとか黒人の観点から、まあ、いろいろ記事が書かれていて、でそこにビジネステクノの問題っていう記事が公開されて結構話題になって、で実は私これ日本語に翻訳したので、翻訳して、まあ、私の個人 のノートに公開しているので、興味のある方は見ていただきたいんですけれども、すいませんちょっと私のプレゼンが長くなりすぎちゃいましたけれども、
まあ、2020年、まあ、こういうことがあって、まあ、教訓としてはこの見せかけのね、その企業のイメージアップだとかそういうことのためにこういうアンチレイシズムとかそのムーブメントを支援するように振る舞うこと、振る舞うだけではもう通用しないと、本当にその実態が伴ってないとされるっていう状況になってきたので、それを特に企業とか、まあ、影響力の大きいアーティストとかはすごい実感してると思いますね。で次にそのブラックライブズマターっていうのは、まあ、アメリカの黒人の問題だっていうふうに思ってる方が多いと思うんですけれども、これ実はやっぱりこれだけねヨーロッパでも変化が起こってるぐらいなので、黒人の問題だけではなくて、まあ、そのレイシズムそのものに関する意識がすごく変わってきたっていうことが言えると思います。でその一つの特徴としてその SNS 上で、まあ、告発するっていうことが一部有効性があるって、あともちろんその問題点もたくさんあるんですけれども、まあ、SNS で誰もが発言できるようになったっていうことで今まで分からなかった問題、当事者の声っていうのがすごく聞けるようになったっていうのは、まあ、2020年ならではの変化かなと思います。まあ、これ全体含めてやっぱりその音楽産業に従事する人たちの責任、行動、どういう行動をするかの責任が問われるようにすごくなってきたっていうことと、まあ、そのセーフスペースの議論においても今までやっぱりね、そのジェンダーイクオリティっていうところにすごくフォーカスがいっていて、レイシズム問題をそこまでちゃんと取り組めていたかっていうとそうでもなかったなっていうことが、まあ、特にデスクールとかオッドファンタスティックの事例で明らかになったと思いますね。でこれまあちょっと大きいステートメントですけど、やっぱりその売れるものに任せていてはなかなかその問題は解決できないっていうこともすごく分かったと思います。で音楽の世界はまあ実力だからって言われがちですけど、でもその実力が本当になんか構造的にやっぱり不公平があるんじゃないかっていうことが、まあそのレガトゥアルエみたいに露呈されたっていうことが、まあこの事例からあって、やはりそのもともと最初に私が話したそのルーツの部分っていうのを、まあ、忘れずにこの新しい世代にもちゃんと伝えていくことっていうのがすごく重要なのかなっていうのが、まあ、私の感想ですね。ですいません、私が喋りまくっちゃってディスカッションの時間がちょっと削られちゃったんですけれども、私からは、はい、ここまでです。でちょっと会場の、お三方に、まあ感想って言ったら変ですけれども質問でもいいですし、すいません長くなっちゃって、何かね、知らなかった こんなこと知りませんでしたっていうことでもいいんですけれども、ちょっと一人ずつ、フィードバックをいただき、まずはいただけると。あ、じゃあ反対回りでマース君からいきましょうか。そうですね、なんか2020年にあったこととか、まあ、それまでの話とかで浅沼さんがもうすごいちゃんとまとめてくれてたので、特に何ですかね、あ、まあここで聞いてたの勉強になったなっていうのもいくつもありつつ、逆にほら何か違和感があったこととかちょっと意味が分かんなかったこととか、そういうのあります？あ、いや違和感とか浅沼さんの挙げてくれたものの中で意味が分からなかったこととかは特にないんですけど、その起こったムーブメントとかに対するなんか違和感というか、本当にそれでいいのかなみたいなこととか、まあ、常々考えてたりとかすることは結構いろいろあったりして、
ていう話はなんかこの後したらいいのかな、うん、なんか いいですよ例えばなんか具体的にその事例を言う今はい、例えばなんですけど、うん、なんかさっき挙げられたいくつかの例の中にもあったと思うんですけども、なんか本来、例えばデスクールとかはもともとすごい頑張ろうとしてたけど中の実情が追いついてなかったっていうところで批判を浴びていると思うんですけども、で結局はまあそれ閉じちゃうことになって、でも周りを見てみるとなんかそのレイシズムの問題とかそういうジェンダーバランスの問題とかをへとも思ってないクラブはたくさんあるわけじゃないですか。でそういうところはなんかその批判とかっていう土台にも乗せられずにずっと活動できちゃってることがやっぱあって、でそっちがそのままある状態で頑張ろうとしたところがなくなってしまうのはかなり惜しいなっていうふうには思います。っていうのと、まあ、あとキャンセルカルチャー的な話でその差別主義者っていうもう完全に意図して差別してる人をキャンセルするのと差別発言をしてしまったとかその本人が、まあ、勉強不足だったりなんか意識が足りてないとかっていうこととかで意図せずにうっかりしてしまったことによってキャンセルされてしまうことっていうのは分けた方がいいかなと思ってて、まあ例えばなんかセラピーだったりワークショップだったりいろんなディスカッションする場を与えれば、その差別的な発言とかっていうものに対しての反省が生まれたりより良い方向に行く人をキャンセルしちゃうことの危険性というか、例えばなんかその先に、もっと居心地のいい場所としてなんかネオナチのリクルーティングとかが待ってると思うんですよ。なのであんまりこの潔癖的に、少しでもミスしたらアウトっていう風になってしまうと逆にそういう何とも思ってない人たちとか、意図的に差別的なことをする人たちっていうところのなんか勢いを増すようなことに結果につながる可能性もあるなと思って、そのあたりはなんかうまく考えていきたいなっていう風に思ってます。はい、ありがとうございます。 すごい重要なことを話していただいて、まあ、まさにそれ私もこの一連の、ね、出来事で感じてたことで、この特にそのデスクールとオットマンタスティックに関して本当に残念なのはもう、ま、マースカが言ってくれた通り積極的にそのなるべくね公正なクラブ環境を作ろうと及ばなかったかもしれないけど努力をしてきた人たちをまあ結果的に排除してしまうことになったっていうのがすごく皮肉だなと思っていて、もっと全くその意識が低いというかね、むしろその差別的な問題のあることをしてた人たちがはそのブラックライブズマターの投稿すら何もしてないので、逆にその誰も期待してない分批判もされてないっていう、でそのまま残っているっていうのは本当にね残念ですよね。だから本当まさにマース君が言ってくれたように間違っちゃった人、何かそのミスを犯しちゃったというか至らなかった人たちに対してもうちょっと許容をしてあげる、厳しく取り締まるっていうんじゃなくて、そういう人たちをどうしたらじゃあ一緒に同じ方向を目指してこう取り組んでいけるかっていう、うん、方向に持っていけるかっていうのはすごく大事だと思うし、まだ全然実現できてないことだなっていうふうに思いますね。そのお前が悪いっていうなんか悪者扱いするところでもう終わってしまっているのが現状で、まあそれがねそのキャンセルカルチャーの問題ですけれども、はい、ありがとうございます。じゃあマリちゃんは何かフィードバックありましたでしょうか。は
はい、浅沼さんのプレゼンテーションすごく分かりやすくて、でこう例に挙げてた問題も私も気になっていて、こう浅沼さんの翻訳時には読ませていただいたりとか、あと自分で一生懸命英訳してあの問題をこう読んだりしたものが羅列されていたので、自分も知っている問題を簡潔に取り上げてくださっていて、すごく分かりやすかったです。でやっぱりその一つ一つの問題を自分がこう読んだりした時に、自分があの東京で活動しているので、自分が置かれている環境と、まあ、比較してとか考えることがすごく多くて、でさっきマーズ君も言っていたように、そもそもその問題に気づいてない人たちっていうのがこう東京日本で活動していると、まあ、まだまだそこまであの問題について、まあ、誰が悪いとかこれがいい悪いとかっていうところにまで行き着かないこととかがすごく多かったりするので、そこに対してこう、まあ、一こうアーティストとしてもそうだし、なんか今の日本で東京でやっていくにあたって、まあ、自分もそうですし周りの人とどういう感じで問題に向き合うっていうか、こう考えていけばいいのかっていうことはすごく常に考えてますね。あとその今年初めてクイアの野外パーティーをやらせていただいたんですけど、その時もやっぱりどうしたらなんかセーフなスペースになるかとか、自分たちがこうやりたいっていう目標があっても具体的にどうしていくのかっていうことはすごくやっていて難しかったなって思って、でデスクールとかもまあ、差別とかのないセーフなスペースを目指してやっていたと思うけど、結果的に暴力受けたことがある人から告発とかがあったりしてっていうのを考えると、その目標に向かってどうやっていくかっていうことがなんかすごく難しいし、まだそこにまで至ってないこととかも日本国内たくさんあるので、もう少しみんなでこう意識して行動していきたいし、それに対してどうすればいいのかっていうことを考えて動いていく必要があるなと感じました。実はそのスリックのことを気になっていてまあ当然私は参加できなかったんですけれども、ID だったかな、イベントのなんか写真、様子の写真が掲載されてて、結構なんて言うんだろうな、日本では今まであんまり、こういうパーティー行ったことないかもっていうぐらい、まあ、そのクイアの人たちも本当に楽しそうに自由に楽しんでいる様子が写真からは伝わってきて、まあね、SNS とかでその参加者とかもちらっと見たんですけど、やっぱすごい皆さんおしたっていうか、よか特別な体験だったっていうふうに書いてた人がたくさんいたんですけど、まあね、その主催側からするともっとこうしたかったとかっていう部分はいっぱいあるとは思うんですが、まあその今回のイベントをこう開催するにあたって、どういう工夫というか努力というか、うん、まあ、その例えばただね、クラブイベントをどっかの箱でやるっていうのとやっぱり全然違うと思うんですよね。でまあ、セーフスペースを作るためだとか、もしくはより多様性のあるね、オーディエンスというかお客さんに参加してもらうためにした工夫とか、どんなコミュニケーションをしたのかなっていうところをちょっと、うん、そうですね、まずなんか、まあ、イベントのパーティーきっかけとして、まあ、日本でなんかこうクイアの人たちウェルカム歓迎するようなことを掲げている野外パーティーって全そういえば全然ないな、行ったことないなっていうのがきっかけ でそれで、ワイフっていうクイアのパーティーをやっている女性同士の夫婦の友人とナナエちゃんっていう DJ の友達と始めて、でそこでやっぱり彼女たちがクイアパーティーよく分かっている人なので、そこだとか、あとその人たちの友達の人たちとかと、まあ、具体的にどうしたらいいかなっていうことを意見を交換し合って、例えばそのトイレをもうジェンダーで分けずに共同のトイレにしようとか、あとやっぱりこう格好もおしゃれしたい、まあ、露出が多い格好とかもそうなんですけど、
そういう自分の好きな格好をしたいと思った時に、やっぱりそのなんか何か嫌なことをされるっていう危険性がはらんでる場所ではそういう格好ができないから、じゃあ例えばそのなんかスタッフで、まあ、見回りというかつけたりとか、なんかそういうのを意識的に人がこう嫌な思いをしないようになんか会場を作るとか、あとやっぱステートメントを出すことによって、私たちはもうこういうつもりでパーティーをやるので、それに賛同している人にぜひ遊びに来てくださいっていうことを強調したりだとかっていうことは、まあ、工夫した部分ではありますね。おそらくベルリンと、おそらくというか確実にですけど、ベルリンと東京を、まあ、単純に比較したときに全く違うのが、ベルリンってまあほっといてもすごい、ね、クラブ人口が多いっていうか、人を集客するのって、まあ、全部が全部混んでるわけじゃないですけど、やっぱりそう遊びに行く人たちの人口が多いので、まあ、ちゃんと情報を発信すれば割とある程度は人が来るっていうことがほぼ約束されてるのに対して、やっぱ日本はそのみんなね、その既存のクラブとかも集客に苦労するっていうところがあって、要するにそのステートメントを出したりだとか、まあ、その何かドアコインでお客さんを選んだりとか、そういうことをするとどんどん来てもらうべきお客さんもね、少なく数が少なくなった時にっていう心配もおそらくあって、あんまりそのお客さんに対して要求のハードルを上げるようなことって、まあ、日本ではなかなかしにくいのも現状としてあるのかなと思うんですけれども、そこら辺はそんなに収益を目的としてやったわけではないっていうところもあると思うんですけれども、例えばそのステートメントを出したことって、まあ普通のクラブにあんまり行ってない人が、このイベントだから来てあったのかなとか、その辺のなんていうの、集客とのバランスっていうのはどうでしたか？そうですね、まあ、やっぱりステートメント出すことによって、まあ、誰でもわーってちょっと来やすいような気持ちを感じた人もいるかもしれないんですけど、今回その出演ラインナップを考えるときに、まあ、コロナのこの状況下でクラブよりも野外でパーティーをすることがちょくちょく周りでは多くなっている中で、自分の中で結構野外のパーティー遊びに行くの好きなんですけど、どのパーティーも割と出てる人が似てることも多いかなっていうのを思っていて、そうなんかちょっとアンチな部分も含めて、こうあえてそのベテランの DJ の方もいらっしゃるんですけど、半分くらいは若い20代前半とかの DJ にお願いしたりとか、あとジェンダーバランスとかも考えたりとかして、ちょっと他の野外のパーティーと違うカラーを出すように意識的にしたので、なんか野外パーティーに普段来ないような若い初めて野外パーティーに来るような人たちもすごく全体の半分くらいを占めていたし、もともと野外パーティーが好きな大人の人たちもまたその半分くらいいたので、かなりそういった意味でこのお客さんのバランスとしてはなんか今まであんまりないような人が集まった、結果的に集まったかなと思います。素晴らしいですね。それはそのイベントとしては今後も続けていくんでしょうか？はい、続けていきます。また次もやります。はい、はい、はい、頑張ってください。ありがとうございます。ちょっとマリタ、松原くんに移動しましょうか一度。はい、松原くんはなんかこのヨーロッパの話を聞いて思ったこととか。そうですね、いや本当に僕も、今回このトークに出るにあたってお誘いいただいてから、いろんな記事だったりとかストレートメントの文だったりとかを、まあ、一応こう見返していて、それこそ今日もこの本番始まる前とかレタートゥアレイを読んでいたんですよ。でなんかやっぱ一個一個をやっぱね本当に
特にレタートゥアレーとかって、まあ、僕もその変な話その DJ よりもライターとしてそのダンスミュージックに関わってる年数の方が長いので、なんていうか切にこう考えるべきだし、まあ、その僕のやってる媒体そこまでその世界的に認知度があるわけではないにせよ、なんだか、なんだろう、そのある意味僕がディレクターという状態になっている以上はなんかもうちょっと考えなきゃいけないなっていう部分で、まあ、本当に一個一個あのこのディスカッションの時間じゃ足りないぐらい多分一個一個掘り下げてっていくべき内容が本当に多かったなって思いますし、じゃあオッドファンタスティックがね、あの廃業したのとかも僕は正直衝撃的だったですし、そこまでそのなんていうか実際にどういう問題が起こってたのかっていうのも全然知らなかったですし、実際にその廃業になってからもその例えばその僕がそのプロモーターとして動いてるにあたってお世話になってるとかこう協力している方々からお話聞いたりとかしてやっと事態がつかめるような話だったりもしたんで、なんていうか、結構衝撃的なことは多かったですけど、でもやっぱよく考えなきゃいけないなって思うのは、まあ、マズ君が言った通り、なんかその、まあ、日本のツイッターとかでまあよく見る光景ですけど、何かこう一個の問題に対してこのただただ批判をしたい人たちだけが集まってくるような構図っていうのはもうちょっとどうにかならないかなとはすごい思っていて、結構だからそのデスクールの問題に関してもかなり、まあ、もちろんデスクールの対応がお粗末だったっていう話は、あるとは思うんですけど、でももうちょっとそのなんだろう、まあ、さっきマーズ君が言ってたセラピーみたいなワークショップだったりとか、何かその挽回のチャンスであったりとか、何かこうもっとじゃあその自分たちが起こした問題に対してもうちょっと前向きに取り組める、なんだろうな、そのプログラムとかをじゃあそのせっかく場所を持っているわけだからそこで行ったりだとかっていう、なんかそのそれをなんかこうじゃあもちろん内部じゃなくても外部の人から何かこういうのをやったらどうですかみたいな、その提案できるなんだろうなコミュニケーション構造みたいなものがもうちょっとこうソーシャルであったりとかに生まれていったらいいんじゃないかなっていうのは常にこう思うことですかね。なんかそのそこはすごい考えますね。なんか単純にこう何かこう問題が起こりました、みんな批判します、それでじゃあもうやめます、それで終わりでいいのかっていうのはすごい思うし、なんか最近、まあ、多分ね、めっちゃ思うことに関思うことはまあ、ビジネステクノみたいな話もありますけど、結構そのフェミニストの中でもその例えばじゃあさっきのエージェントの話もありましたけど、そのそれそのものをフェミニストっていうその活動とか思想自体を、ビジネス的に捉えてる人がビジネス的に活用している人が、まあ、どうやら出てきているような気もするんですよね。でそれを立ってに何かこう、圧力をかけたりだとか攻撃をしたりだとか、だからさっき言った話だとオッドファンタスティックもデスクールもその常にこうシーンに対して基本的には前向きに取り組んでいた、改善をしようと取り組んでいたのに、例えば突然なんかいつからなのかいつからなったのかわからないフェミニストが現れたりとかして、その 何百人も何千人も何万人もソーシャルに現れて、それで批判をするだったりとかっていう構造、そういうなんかそういう社会がそういう状態になっちゃってるのって本当にどうなのかなっていうのはすごい今回こうトークに出るにあたっていろいろ振り返っていて思ちょっと考えてたことですかねっていう感じですね。いや私も同じようなこと考えてました、はい、だから実際そのなんか浅沼さんこうエージェントとかをポリでされていて、結構その、まあ、この5年ぐらいでポリでされていたじゃないですか、
で、はい、この5年ぐらいでそのエージェンシーに所属するアーティストの顔ぶれみたいなものもものすごく変わったと思うんですよね。でそこで例えば、うん、アジア人だったりとか女性だったりとかその LGBTQ そのセクシャルマイノリティの人たちが優遇されるっていう言い方はちょっと語弊があるのかもしれないけど、もうなんか明らかに増えたじゃないですか。で、うん、はい、なんかもうそういう人たちをブッキングしなきゃいけないというプレッシャーからね、ブッキングしてるっていう状況にはなってますよね、うん、それがいいのか悪いのかっていうのはまたもちろんそうですね、いいポイントもあるとは思うんですけど、なんか実際にその浅沼さんエージェントをされてて、なんか そういう部分でのなんかそのそもだからアーティストをエージェントはそのなんていうかいろいろこうなんだ所属させなきゃいけないわけじゃないですか。そういうなんかこうなんだろうな、なんていうんですか、圧力じゃないけど、それエージェンシーの所属アーティストをどう選んでるかっていう話です。そうですね、そこがなんかすごい僕は気になってました。で実際浅沼さん、うん、あ、それはねすごい、うん、あのポリーを離れられたわけじゃないですか、うん、とかってなんかその浅沼さん的にそのもう、うん、市場の、まあ、中心に近い場所でエージェントとして活動していて、なんかそのすごいこうこの5年間ですごい思うことがあったのかなっていう、ポリーを離れることだったりとか、そのじゃあ実際に所属アーティストのことでじゃあどういうふうにこう自分たちのエージェンシーに所属するアーティストを選んでいるのかとかっていう部分とか、そのなんかどういうふうに感じていたのかなっていうのはすごい僕気になってました。鋭い質問ですね非常に鋭い質問ですね。まあ、ちょっと端折って話をしたんでそこまで全然ファンタスティックの事例も踏み込めなかったんですけど、やっぱり今回 の、まあ、件で飽きたのはその、まあ、もちろん、ね、オットファンタスティックにすごく同情する部分というか、まあ、ちょっと過剰な攻撃を受けて、まあ、本人たちは、ね、善意でやってたことをこう全否定されるような結果になってしまって、すごい心が折れてしまったっていうのはすごく理解できるんですけど、それ以前にやっぱエージェントの問題として、私が、まあ、ポリじゃないや、オットマンタスティック気になってたのは結構そのアーティストの入れ替わりですよ、うん、で入れ替わりが激しいってどういうことかっていうと、このアーティストはまあ売れそうだとか、まあね、DJ がすごくうまいとか、要するにアーティストを、まあ、エージェンシーに入れて所属させて、うん、でブッキングとするわけですけど、例えばそれが2年とか3年やってみて思ったほど売れ持ったほどのそのなんていうのかな結果が出なかった時に、エージェンシーの側からすいませんもうあなたいいですって言って、まあ、こっちの言い方だとドロップされるっていうんですけど、まあ、切られるっていうことですね、はい、でこれってね全然表向きには誰もエージェンシー切られましたって発表する人いないんで、確かに見たことないですね。これ実は水面下ですっごく起こってることなんですけど、この切られましたって、ね、告知はよくアーティストするけど、言うと、もちろん自分がその例えば担当エージェントと全然気が合わなかったとかね、それもありますね、うん、そのエージェント側の日が何かあるとか会社の体制が気に、ね、合わなかったとか、まあ、いろんなケースはもちろんあるんですけど、実はエージェンシー側からある程度の結果を出さないと切られてしまうっていうのがあるんですよ。なのでそのいわゆるその、ね、イベントをそのギグそのものが一つの市場だとすると、ブッキングされるか否かっていうこと
だけでなく、エージェンシーに切られるかどうか、いつ切られるかっていう、なんて言ったら不安をずっと結構持ってるんですよ。でもちろんそのイケイケのね、売れ売れのアーティストはその時は心配しないかもしれないけども、その人気が下がってきた時に、売れ売れの時はね喜んでブッキングしてくれてたけど、だんだんそのエージェントがね、他のアーティストにもっと売れてる方に労力を割くようになって、どんどんこっちが売れなくなってしまうとかっていうことももちろんありますし、その私がだから実際そのエージェントをやってみてね、はい、まあ、気づいたこというのは、そのサイクルが実はすごい激しいなっていうことなんですよね。それは2年とかの単位で、うん、まあ、アーティストによっては もっと短い半年ごととかに結構コロコロ変わる人とかもいるじゃないですか。なのでものすごくだからそれが不安定な構造というか、まあ、雇用形態っていうか雇用契約ですけど、ものすごくルースな、うん、仕組みで、ちなみに1個聞いていいですか？はい。僕らここに3人並んでるアジア人の DJ じゃないですか、世界的に見たら。うん。で、例えばこの3人がじゃあ例えばヨーロッパにとか、まあ、海外にもっとこう日本以外にも精力的に DJ をしていきたいってなった場合に、まあ、今おっしゃってたみたいなエージェンシーに入ることもあると思うんですけど、うん、実際今ヨーロッパ、浅沼さんがこう暮らしている環境下でこうアジア人の DJ だ、もうその性別は問わずアジア人の DJ って実際どういうふうに見られてるのかとかって、どう、なんか浅沼さん実際どう感じますか？それはね、まあ、アジア人というふうに分けられてるかどうかちょっと分かんないですね。アジアだからどうこうっていうのは、アジアという括りっていうのはあんまりないと思うんですけど、うん、まあ、その今よく POC っていうね、ピープルオブカラーとかパーソンオブカラーっていうことですけど、はい、まあ、非白人、はい、その非白人枠っていうのがやっぱり結構あって、うん、そこに白人でない人を入れたいっていう需要はかなりあると思います、うん、で、まあ、私のもうこれねすごい主観的なことですけど、まあ、アジアの中ではやっぱり日本ってクラブカルチャーの歴史が長い、すごい洗練されてると思うんで、最も今斬新で刺激的なシーンかどうかは分からないですけど、そのね、技術的なこととかも知識とかもやっぱりアジアの中では何て言うんだろうな、洗練されてる DJ とか、まあ、クラブがあるんで、そこは日本の DJ はレベルが高い、まあ、全員が全員じゃないですけど高い人がいるっていうふうにはすごい思われてると思いますね。で逆にその他の、まあ、もうちょっと新興国だと洗練度合いよりもそういうなんかアイデアの面白さっていうか若さみたいなところで、評価されてるっていう印象はあります。なんか時間がなくなってきちゃったすいません、これは時間きっかり終わんないとまずいんです。あ、そうらしいです。自動的に切れちゃう今の話、ね、すいません、一つね質問がいただいてたんですけど、2分でちょっと答えられなさそうなので、すいません、私の話が長くなっちゃったんですけれども、最後ちょっと一言ずつ、マーズ君が聞きたいことあるみたいです。聞きたいことっていうか、まあ、今の、はい、すいません、マーズ君。今の話の延長で、まあ、よく思うのが、例えばアジア人をブッキングしましょうっていう枠があった時に、アジア人だからってブッキングされても正直全然嬉しくないんですよ、うん、なのでまずはプロモーターとかにそのより多くのいい DJ が
いるんだってことをまず知ってもらわなきゃいけないと思うんですね。でブッキングとかする人は、まあ、女性だったりさっきの POC だったりにいかにいい DJ がいるかってことをまず知るとこから始めてほしいなっていうのがあるのと、あともう一つ思うのが、なんか数年前に見てちょっと違和感があったのが、ゲイのカップルは男女のカップルやレズビアンのカップルに比べて、外でヘテロとして振る舞ってる場合に年収が高い場合が多くて、だからゲイフレンドリーなことをしましょうみたいなものを見た時に、なんでそんな資本主義的な利益の代わりにしか権利が受けられないんだっていうことをよく思ったんですよ。なのでそういう利益の代わりにしか得られない権利っていうのはまず嫌だなっていうところですね、うんうん、そうですね。そもうなんかここから1時間ぐらいそのネタで話せそうな感じあのちょっとパネルディスカッションあるあるでやっと温まったところでなんか終わらなきゃいけなくなっちゃったんですけれど、今回はありがとうございます。もう次のプログラムの告知をして終わらないといけない時間になってしまいましたすいません、なんかもっとみんなに話していただきたかったんですけれども、ちょっと続きは今度みんなで居酒屋かなんかにしましょうベルリンの居酒屋ですか、はい、あぜひぜひ。